こんにちは、ビデオオークション切り抜きチャンネル V オクトスピードです。今回は驚愕のゼニタニチューンをお送りします。1990年代最高速や0300キロ加速が全盛の頃、大阪に異彩を放つトップチューナーがいました。ゼニタニチューンと呼ばれたそのマシンは恐るべきパワーを発揮、とんでもないスピードを誇りました。今回はキングオブザスピード、ゼニタニと称されるゼニタニチューンのマシンを紹介します。ゼニタニ自動車はもともと04を得意とするショップでした。当時の04回では東の雄がザウルスのとっくりさんであったのに対し、西の雄はゼニタニさんとされていました。その独特のゼニタニ理論から作り上げられたチューニングマシンはスワップあり、フルチューンありの何でもありで絶大な人気を博していました。ゼニタニチューンのマシンが作り出すそのパワーとスピードはとにかくズバ抜けていました。あの暴走機関車稲田大二郎が最高速でアクセルを踏み続けられなかったたった2台の車のうちの1台がゼニタニチューンのシルビアだと言われています。それではキングオブザスピードゼニタニ、その真髄を見ていただきましょう。 R33GTR そして RB26 搭載下水池さんの走りを2台続けてまとめてどうぞ。HKS-T002 と同等、いやそれ以上のパワーを引き出していると噂のゼニタニ 33R RRC プロ GTR でその実力は実証済み。あまりのパワーにクラッチが悲鳴を上げた。それでもこのタイム圧巻だ。その後の加速はすごいけどね。あくまでストリートか、特別な権利をかなして記録に挑むゼニタニ。この前でクラッチ滑ってちょっと残念だったんで、今日は万全を期してクラッチも指持ってきました。だからなんとかちょっと記録更新狙いたいです。ことは何秒狙い？いやー17秒台でしょ。 HKS 破ります。勝ちますよ今日は。1年半以上前に記録された HKS-T002 の持つ17秒64、まさにこの0300だけに作られたマシンであった。当日テストされたゼニタニ R33、 軽量化してある T002 とは車重の差があったとしても約4秒も大差をつけられたのである。エンジンは組み出しと、また一応開けてきました。パーツなかったのでもうメタルだけ。以前と全く同じ仕様でのデータはどうだろうか。いざスタート。R33 のブロックの肉厚は薄く、約1000馬力のパワーには耐えられず、300キロに届く前にエンジンブロー。ブロック割れましたね。ラジエーターも割れてる。ラジエーターも割れてた。およそ1ヶ月後、エンジンを組み直して再度トライ。この間からはね、一応ブロックはね、古い肉厚のあるブロックに変えてきて、新しいブロック使ってたんで、もう肉厚割れたやつ見るともう2ミリも残ってないぐらいで、結局もうそれでも全然持たないですからね。今2キロでね、かけて1000馬力っていうところなんですよね。今までのコンセプト通りで、軽量なしで記録狙いたいなっていうところですかね。車が重いから結構ね、無理してエンジンパワー絞り出さないと、あの HKS の記録なかなか抜けないんで、ちょっと頑張ります。一応レム1500で入ってるんで、まだパワーないぞ。なんか落ちたじゃねえ。待ってると全部ないですね。わからん。ベジータ。ベリーちゃんの最初のね、車とちょっと最近ちょっとエンジンがパワーがない。やっぱり最初はやっぱりビックスみたいなパワーあったからね。パック壊れた時ね。可能性はブロック変えただけやから、でこのブローバーの量から考えてちょっとプレアスおかしいんちゃうかなっていうところでしょうね。さあ今年中に出ますかどうか。ラトHKSを。そうですね。1万1000回転とか回ってるんですけど、壊れないようなエンジン作らないと
面白くないなと思って、みんなやっぱり実力っていうのは拮抗してますから、何かね予想よりもすごいことしないとタイムで出ないですから、まあ、その辺やっぱり高回転志向っていうところでね、まあ、狙ってますよね。ハードチューンで知られるゼニタにだけあって RB26 に GT3037 をツインで搭載、0300仕様の R33 のエンジンをそのまま乗せ替えた。マシン自体が朝出来上がり、矢田部現地にてセッティングをするというぶっつけ本番仕様。0410秒台200マイルオーバー、なおかつ壊れにくいマシンというのがオーナーの希望。335ぐらいで。初っ端からこんなに出ちゃっていいのかとスタッフもびっくり。次は0300に挑戦しかない。今日はエンジンのスワップの車をちょっとテストしたんだけどね。これはね、本当だったらね、これボディとかね、足とかを完璧に作るとどれだけ出るか分かんないよ。すごいよな。やっぱゼニーちゃん、早い。ゼニーちゃんは早い。ゼニーちゃんは早い。もう早すぎて意味がわからないですね。 S13 がメーター計測だと335キロ出ていたことになっています。車のボディ剛性、当時のタイヤの性能を考えるとこれはとんでもないスピードです。よくまともに走れていたなと思います。当時のゼニタニさんのインタビューを見ると、データロガーは使うがあくまで参考程度、車種台にも載せない、とりあえず実際に走らせないと何もわからないとおっしゃっています。なので高速で実際に5速8000回転までぶん回し300キロを出してテストしていたそうです。完全実車主義というか実装主義のスタイルで、だからこそ真に速い車を作ることができたのでしょう。20年以上経った今でもゼニタニの文字は私の頭の中に強烈に残っています。見ていてほんとワクワクするマシンの数々でした。いかがでしたか。今回は驚愕のゼニタニチューンをお送りしました。ビデオオプション切り抜きチャンネル V オプトスピードは、ビデオオプションの動画から迫力ある走行シーンを切り抜いてお届けするチャンネルです。そこにマシンの補足説明や車の豆知識などをプラスして、より楽しめる動画作りを目指しています。今後もこのような動画を投稿していきますので、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回に。